リガから817年は、中国東大中期の詩人。字は長吉。官職名から李法霊出身地から理政国とも呼ばれる。河南府、福省県小国の人。その詩は伝統にとらわれず花肌幻想的で、奇載と評された。意が、万祥堂、築葬絵でにより、リス・スムシクの長男として生まれる。その祖は、 当の高素理縁のおじの抵抗を売り量であるという。その長男のワイアンヤスシオーリし、さらにその十一男のクレ国公、駅州大ととくり公一から三代後の子孫が、リススムシクであるという。リガはその羊を大いに誇り、出身地を東帝室と同じ苦労、西郷利刺激県と称していたものの、リガの生まれた頃には、中三階級に没落していた。 父の李進スシクはまた、徒歩の親族で、千権権令など地方官を、もっぱらとする、中堅官僚だった。千権は、洛陽と長安の、両党を結ぶ途上に位置する幼稚で、提出の血を引く者をその霊に当てるのがもっぱらであった。母は、帝氏。他に王族に嫁いだ姉と弟がいたことが、わかっている。李ガは、文学的に総塾で、14歳にして、 数々の画フを表して、名声を得ていた。また17歳頃、自作の死を携えて、当時分断の指導者的存在であった位を尋ね、激賞と、その庇護を受けた。810年、紳士を目指して、長安に上京し過挙に応じるが、思いもよらず受験を拒まれる。父の意味なの一時である、進むと紳士の、死が同音であることから、意味なを避けて紳士になるべきではない。 というのがその理由であった。もちろん、こじつけにすぎず、直ちに関誘が、意味なの弁を表して、反論を行うが通らなかった。当時、およそ知識人階級は、紳士となって、家境を通り、官僚政治家となることを、唯一の目的とした。その道を閉ざされたリガは、失意のうちにひとたび長安を離れて、小国に戻るが、翌年、法令老の官職を得て、 再び上京する。しかし家境を経ずして与えられた、この感触の頻回は、十本上、祭礼の際に席字を管轄する、橋職に過ぎず、自負心の強い理話には、到底耐えられるはずもなく、八百十三年春、法令館、癒しくまたた何の益や乱の祝を残し、職を辞して帰京するに至る。ちなみに、この法令老という感触も、 提出の欠縁者に充てるのが通例であった。その翌年、別に職を求め、友人のー徹を頼って、露州に赴くもいかなわず、小国に戻った、翌年の817年、にわかに発した病により、母に見取られながら短い生涯を閉じた。去年27、リガ商伝を表した番頭の詩人李商員によれば、リガの風貌は痩せて、細く濃い眉毛は、 左右がつながり、爪が異様に長かったという。またおよそ円満とは、ほど遠い性格で、しばしば他人から攻撃、敗撃を受けた。過去を阻まれたのもその性格が一因であろう。分断の大家で、官僚としても、最小となった原神と確執があったゆえ、との逸話もあるが、年代的に怪しい。没した際、利我を恨む、いとこの手で行こうが、 便所に投記されたため、現存作が少ないとの逸話もまたある。詩人としてはあまりに短い生涯であり、わずか240翼日が残るのみながら、リーガの名が、不朽の輝きをもって、現代に伝わる理由は、他の誰とも類似を見出せない、独特の詩風ゆえである。およそ、写実をもって、良しとする、中国文学の世界にあって、リーガの作品は、 その全く逆に幻想を思考する。創作にあって踏み鳴らされた道筋をことごとく無視したとは、番頭の詩人、土木の表である。まずその作品を挙げてみる。詩に歌われる、イケル少将は、南朝生の有名な歌姫であった。ここに登場する祖少将は、死んでもなお思い人を待ち続ける哀れな亡霊となって描き出されている。詩自体は、あくまで美しく幻想的だが、 暗く思い。この幻想と回帰、丹美と死こそが、リガが暗い情熱を傾けたテーマであった。なお、死代を、訴訟症の墓とするテキストもある。リガの死にはしばしば鬼やきっかいない生き物、妖怪、頂上現象が描かれる。それらは、リガ以外にも全く見られないわけではない。例えば、当園名は、三回行を読む十三種にて、 古代神話に登場する妖怪のことを読んでいるが、その本意は、百鬼夜行のごとき、人間社会の風刺、批判にあるがごとく、一種の例えであったり、死にインパクトを与えるテクニックに過ぎない。対する理ガの場合、その亡霊、妖怪の類は、死中に必然を持って頻品と登場したり、往々にして怪異極まる現象そのものが、死のテーマとすらなる。禅と妖々たるリガに対し、 言いがかりという、全くき悪意を持って、その栄達を阻んだ人々は、地味猛をそのものであり、その行いは理解しがた機会である。リガにとって、亡霊や怪異は、現実と大差ないリアルな存在であったのだ。いなむしろ、半ば幻想世界に生きたリガにとって、現実よりも親しいものであったのかもしれない。またその死をより暗くしているのは、繰り返される絶望と死の描写である。 その祝より例を取れば、長安に断じあり二重にして心すでに朽ちたり、官僚への道より婦人に閉ざされたリーガの意識は深い絶望に覆われる。元より監視は悲哀を歌うことを拒まないが、リーガのそれは悲哀を通り越して絶望の域に達し、この世の全てが悪意に満ちているというペシミズムの極致に至る。周囲を地味猛狼のごときやからに囲まれた、 絶望の世界を抜け出すには死のしかない。リガの死に繰り返し死が歌われるのは必然であった。また、人はリガを鬼人と呼ぶ。これは、僧の千のぞみじろが南部神書に理白を天才たとなし、白、虚を人才たとなし、リガを鬼才たとなす。と表していることからもはっきりしている。また、宋の言語は宋老師話で、大白は千歳。 長吉は記載とあることから、繊細ぜ、とも評されていたかもしれない。このように花肌悲観的な内容であり、無限地獄のごとき底なしの絶望を感じさせながら、しかし、リガの死は同時に絢爛豪華である。それは独特の色彩感覚にある。同じく、ルリの金琥白のお主将奏主したあたって、真珠の暮れない。漢詩は、意外にも色彩にあふれている。 美を陰文で表現しようとするのだから当然のことなのだが、理画の場合は特に濃厚な色彩の描写に就寝した。時として鮮やかさを通り越して帰って暗く感じるほど、その支柱にあふれる色彩は人工的なまでに濃く、ゆえに不健康に美しいのである。技工面でも他に見られない特色がいくつかある。例えば宿を断絶させること一つの詩の部分部分。 あるいは一つ一つの句型と意味的に連続せず、まるで思いついたフレーズを書き連ねたように一種を構成させる。あるいは独特の比喩を使用することからかつて用いられたことがなく、かつ一般的に連想しがたい比喩を多用する。また、新語、造語を多用することなどである。これらの技巧は確かに、理画独特の世界を構築しながら、干渉者の理解を阻む要因ともなっている。 古来、中な詩では読めないと評されるゆえんである。リガの詩は、生前からすでに高い評価を得ていた。まず会議なる者への憧れを深く抱いていた関誘が、リガの理解者であり、力強い被護者であった。番頭では、リガの同族とされる、ゆ美び派の李松院と、それに対照的な革命的社会派の川日久が、リガに傾倒した。時代を経て、 南宋松元発の民族主義者たちも、リーガの死を愛したが、とりわけ、社の死には、その影響が顕著である。新代になると、その名声は高まり、批評家、陳特選をして、天地の間に、この種の文筆なかるべからずと言わしめる。近代に入り、新末の革命家、丹次銅、中国近代文学の祖である露人、さらに、毛沢東が、愛好者であったという。 近代日本の作家では、愛読者たちに、泉京花、芥川龍之介、日夏つ之介、堀達を、三島由紀を、塚本国夫等がいる。他に、車谷長吉は、李長吉に倣って、筆名をつけ、草森新一は、李賀水羽の客がある。李賀に関する古事成語で有名なのが、白玉楼中の人となるである。これは、李賀の臨終の際、 そのもとに天帝の使者が現れ、天帝が白玉楼なる宮殿を完成させたので、その木を欠か,かせるべくリがお召したと告げる。このことから文人、墨角が死後に行くという老角を白玉楼と言われる。ありがとうございます。